海と日本プロジェクト in 福島。福島県の海の魅力、私たちにとって大切な海に関する取り組みを紹介します。南相馬市で81年の歴史を持ち、相馬きゅうり漬けなど様々な漬物食品を製造販売する菅野漬物食品。今回その菅野漬物食品さんが運営する店舗、味噌漬け処甲の倉の商品と海と日本プロジェクトがコラボした商品をご紹介します。今年9月に行われた海と日本プロジェクトのイベント、福島初めてのサーフィンツアー。日本有数のサーフスポット北泉海岸で、波をテーマに学んで食べてサーフィンに挑戦する体験学習ツアーに、南相馬市と相馬市の小学5、6年生の子どもたちが参加しました。ツアーの最後に南相馬の楽しい海を PR するポスターを作成。このポスターの絵を甲の倉さんの主力商品クリームチーズの味噌漬けのパッケージ側面に掲載。参加した小学生全員のポスターを採用し、全4種類のパッケージが完成しました。北泉というサーファーが本当に集ういい波が来るっていう海岸がありまして、そこのこう PR ができるっていうのもありますし、南相馬にできればこう人いっぱい来てほしいなっていう思いもありますし、そこでプラス弊社の商品こう PR ができる場であればもう本当に喜んでという感じでしたね。いろんな漬物ある中で一番売れてる、一番人気の商品になりました。このコラボパッケージ内側にはコラボ情報を掲載。QR コードを読み取ると特設ページを見ることができます。海のお掃除に行ったりとかしてたんですけど、そういった感じで海に関係する方ばっかりではなくてですね、幅広く点取っていただきたいなというふうに思いますね。このコラボ商品は県内外で限定発売され、南相馬の魅力を全国に届けます。皆さんもぜひ味わってみてはいかがでしょうか。